そっちゃって AB 始まるよ。みなさんこんにちは、パソチャ TV へようこそ。今回の動画では透明のテキストボックスの使い方と活用方法についてご紹介いたします。まずはテキストボックスの作り方と基本操作をご案内いたします。現在こちらにはワードが表示されています。こちらにテキストボックスを作りたいと思います。挿入タブをクリックします。右側にあるテキストボックスをクリックします。一覧の下の方を見ていただくと、横書きと縦書きのテキストボックスのボタンがあります。今回は横書きテキストボックスをクリックします。クリックをするとマウスポインターが黒い十字に変わります。この時に左ボタンを押したまま右下へドラッグします。ボタンを離すと黒い枠線の入った四角い図形が表示されます。中にはカーソルが点滅していて文字が入れられる状態となっています。こちらに文字を入れていきます。周りには白い丸のハンドルが表示されています。ポイントをすると白い矢印に変わりまして、この時に左ボタンを押したままマウスを動かすとテキストボックスの大きさを変更することができます。またテキストボックスは移動することができます。枠線をポイントすると黒い十字に変わりますので、この時にマウスの左ボタンを押したまま動かすことでテキストボックスを自由に移動することができます。また中の文字の大きさや種類や色なども変更ができます。選択を一度解除しておきます。中の文字の種類や大きさを変更するときは、まずはテキストボックスをクリックします。一度クリックするとカーソルが点滅していて枠線が点線の状態となっています。この状態の時はまだ中の文字を変えたり大きさを変えたりとすることはできないです。枠線をもう一度クリックをして点線から直線の実線に変えておきます。この時にホームタブにあるこちらのフォントの種類から違う種類を選択したり、大きさを変えたり色を変えたりすることができます。テキストボックスは簡単に消すことができまして、消し方ですが一度選択を解除しておきます。テキストボックスを一度クリックします。枠線をもう一度クリックして点線から直線の実線に変えておきます。この時にキーボードにあるバックスペースキーかデリートキーを押すことで消すことができます。以上がテキストボックスの作り方と基本操作になります。続いて透明のテキストボックスの作り方をご案内いたします。まずは透明のテキストボックスをお見せするのに図形を前もって挿入しておきます。少し色を変えておきます。それではこちらにテキストボックスを挿入します。中に文字を入れておきます。テキ
ストボックスの大きさを少し調整しておきます。それではこちらのテキストボックスを左の図形に重ねてみます。選択を解除します。ご覧のように最初の設定ではテキストボックスは枠線が黒い線が入っていて、中の塗りつぶしが白い塗りつぶしが入っています。このテキストボックスを透明にしたいと思います。まずはテキストボックスの中をクリックします。クリックをすると図形の書式というタブが表示されます。一度選択を解除します。選択を解除した状態では図形の書式は表示されないです。テキストボックスに変更を加えたいときは必ずテキストボックスを選択をしておきます。図形の書式をクリックします。こちらの図形の塗りつぶしと図形の枠線を操作していきます。まずは図形の塗りつぶしをクリックします。違う色に変えることもできますが、今回はこちらの塗りつぶしなしをクリックします。クリックをすると白い塗りつぶしが入っていたものが透明になります。続いて図形の枠線をクリックします。こちらの枠線なしをクリックします。すると点線が表示されていますが、こちらは印刷がされない点線になります。選択を解除します。このように塗りつぶしが透明になり枠線がなしになります。中の文字だけが残る状態になります。この状態でテキストボックスを選択します。テキストボックスは自由に移動することができますので、例えば右下に文字を配置したり左上に表示したりと自由に文字を移動することができます。それではここからは透明のテキストボックスの活用例をご紹介いたします。まずこちらは図形を使って地図を作りました。表示されている文字列はすべて透明のテキストボックスで表示されています。透明のテキストボックスを利用するとご覧のように図形の上に文字を重ねることもできます。吹き出しの図形は文字を入れることもできますが、このように透明のテキストボックスを利用すると文字の配置の微調整がしやすいです。続いて自治会のお知らせの一例です。こちらの回覧の文字が透明のテキストボックスでできています。よくこのようなお知らせを見かけると思いますが、透明のテキストボックスを利用すると余白のお外にこのように文字を置くことができます。続いてお写真の中に透明のテキストボックスで文字を重ねています。中が透明なので写真と文字を重ねることができます。テキストボックスなのでお写真の好きなところに文字を配置することができます。最後にこちらのおはがきは縦書きと横書きのテキストボックスを利用しています。テキストボックスを利用すると同じ文書の中に縦書きと横書きを同時に表示することができます。テキストボックスなので自由に文字を置くことができます。このように透明のテキストボックスはとても使い勝手がいいので、ぜひこの機会にマスターしてみてください。これで本日の動画は以上となります。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲
れ様でした。さようなら。嬉しい、楽しい、アソチャテレビ。また見てね。